どうもこんにちは、アーニャです。本日のテーマは自分を失わないようにちょこちょこと動画でも話しているんですけれども、高校生の頃が一番ピアノに対してはスランプに陥っておりました。本番でも思ったような演奏ができなかったり、試験とかでもギリギリ上位に組み込まなかったり、すごい悔しい思いをたくさんしてきました。その時の自分の状態っていうのが音楽をする上であんまりいいものではなかったので、皆様に私と同じ経験をしていただきたくないので、今回はシェアしていこうかなって思います。このチャンネルではピアノとマインド、ピアノと仕事、ピアノの練習などというテーマで週に 3,4 回配信しているので、ぜひ今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。で、高校の頃ってどんなかって言ったら、環境といえば私は音楽高校に行ってました。国立音大の付属でした。中学からエスカレーター式じゃないけど、一応試験はあったんだよ。試験はあったけど、でも上がってきて待ちになった新生活じゃないけどやっておりました。友達にも恵まれてですね、ピアノの友達もいましたし、もうすでに対談して動画出した友達とも今も昔も仲良くしてくれているし、あともう一人一回コンサートもしたことがあるバイオリニストの友達とも今も昔も仲良くしておりました。まあそんな感じで良かったんだけど、でもうまくいかないっていうか、ピアノの演奏に関してはものすごいスランプに陥っておりまして、なんでかって言ったら、まず一つ言えるのが自己肯定感がすごい低かったっていうのが挙げられるんですね。私が本格的にピアノを極め始めたのが中学校に入ってからだったので、それからインベンションとかやり始めて、中学は卒業演奏会に出ました。中学入った時は本当に悲惨な状態で、試験も5段階中の2とかね、取ってとんでもない成績を取ったみたいな感じで、今思えば笑い話ですけれども、そんな感じで卒業演奏会に出られるまでにはなりました。私のおかげじゃないんですよね、先生のご指導のおかげでございます。先生のご指導のおかげもありますし、応援してくださった両親のおかげでもあります。自分の力じゃないんですよ、マジで自分の力じゃなかったんですけどね。で、待ちに待ったのがいよいよ新生活の高校生活で、入って最初の試験の時にギリギリ選抜オーディションみたいなのが受けられない成績で、それでなんかすごいショックを受けて、でその頃、そのちょっと前ぐらいから自分の欠点っていうか、テクニック的に弱いとかメカニック面が弱いみたいなことに気づき始めて、どうにかしたいなって思ってたんですよね。それからいろいろ調べたりとか本を読んだりとかして、でこの先生に教えてもらいたいみたいな感じでレッスンに通って、で改善とかしていただいたわけです。でその結果がすごい良かったっていうのはあるけど、でも自分がうまくいかなかったのはメカニック面が悪いからだと思っていたんですよね。その時は実際にはちょっと違うなと思っていて、メカニック面が良くないなって思い込んで、そればっかりに集中してしまった。だから例えばミスをしないようにうまく弾こう、絶対に間違えたらいけない、指が転んだらもうダメ、いかにきちんと弾くかみたいなことにとらわれていて、自分がどう表現したいかとか、そういうことって後回しになっていたんですよ。自分が表現したいことが後回しになっていたら、それっていうのはもう自分の音楽じゃなくなっている。でも当時は必死でした。とにかくきちんと弾くのに必死だったし、最低限のところに合わせないとって思って、土台ができている人ってそこはもうクリアしているから、自分の表現したいこととか優先してってできるのかもしれないけど、でも当時の私は全然そんなこともなく、自分が表現したいことは後回しになっておりました。確かに中学校の頃とか本当に荒削りすぎる演奏だったけど、でも自分はこう弾きたいんだみたいなのがね、一番前面に出てたんですよ。なので、自分の力じゃないけど卒業演奏会に出れたりとかして、コンクールでも初めて引っかかってみたいなのがあったけど、でも高校に入ってからそれが失われたので、そりゃうまくいかないよね。ある意味他人軸になっていた、そういう面がありました。人からどう見られているんだろうとか、この人はテクニックないなとか、メカニック面が薄いなって見られてるんじゃないか、そういうことばっかり気にしていたので、だから自分もそこをカバーするために演奏していたところがあります。でも一回不安に思ったら取り除くのに時間がかかるっていうか、そっちにも意識がいっちゃうからね、なかなか自分がこうしたいみたいなのができないので、すごい苦しかったなって思います。だから先生からも音楽的になんか薄いよねみたいな感じで言われたこともあったし、でもまずきちんと弾けてないとみたいな思い込みもあって、もちろんきちんと弾けるのも大事だけど、でも音
楽で一番大事なところって何かなって思ったら、今なら思える、自分はどうしたいの、自分はどういう風に弾きたいの、ここが一番大事だなと思って、別にコンクールとか試験とか引っかかったりとかしなくてもそれでも音楽っていうのはやっていいし、この先もずっと続けていたら自分が心地よいなと思う方向に進めるので、そんなにきちんと弾くことに固執しなくていい、今はそうやって言えますね。なので自分を失わないようにしましょうっていう話でございます。先生に気に入られたくって練習していくのはいいけど、でも本当に先生に気に入られたすぎて全て先生の言うことをコピーするっていうのは、ある面から見ると自分はどういう風に弾きたいのっていうのが失われている状況かもしれない。本当に自分が先生の言ったように弾けるようになりたいなら、それは自分軸かもしれないですね。自分の心がムヤムヤしていたり苦しく感じていたり我慢しているなって感じたら、それは違う方向に向かっているのかもしれない。一回客観的に見るといいんじゃないかなって私は思います。とにかく自分を失わないで、どんなねレベルの人でも、何年ピアノ弾いていようが自分の演奏って自分にしかできないわけだから、だから常に自分はどう弾きたいのか考えることって大事だなってめちゃくちゃ思っております。ということで、自分を失わないでっていうテーマでお話ししました。アーニャの音楽の話をもっと聞きたいなと思った方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。リセイトルの案内や SNS も概要欄に貼ってあるのでぜひ見てみてください。それでは本日もご視聴ありがとうございました。アーニャでした。バイバイ。